はい、オッケー。オッケー、いいよ。あ、声聞こえます？声聞こえますか？食べれる。いいよ、食べて。どっちが塩抜き？ L の方。俺が L でしょ？俺が L でしょ？え？俺が L でしょ？聞いてる？自分頼んでたじゃん。 M って言ってたじゃん。同じ袋に入ってるから。いや違う違う、ポテトの話よ。だって俺とノリコは同じグランテリヤキだから。あ、塩抜きってポテトのことか。そうだよ。バーガーの塩抜いたら食えないよ。声聞こえる？なんで誰も反応してるんだ。いただきます。音、声聞こえる？大丈夫だよね。見れてんのか。はい、こんにちは。声聞こえる？ボリューム大丈夫？これでいい？バッチリ。これでいい？ OK。 じゃあこれでいくよ。じゃあ手洗ってくる。俺こんにちは。飯食って一服したら作り始めようか。おいしいよ。俺の。はい、わざつ。ありがとう。チキンも食べよう。バーガー。バーガーありがとう。いただきます。マック大好き。マックばっかり食べてんな。もうジャンク大好きなんだよ、のりこ。いただきます。今
新しい味に出会った。そうやな、これ、うん、気合い入れて作ろう。のんちゃん作業スペースそこね。こんにちは、みーすけ、お疲れ。今日は作るよ。こんにちは。がっつり買い込んできたよね、えのんちゃん。うん、もう無敵だよ。無敵だよ、うん、とんでもない量買ってきたわ。チキンも食べてよ。うん、ふわポーカーありがとう。ふわポーカーありがとう。あっ、おいよ、わつや。いや、アート、芸術、のりこの作品。ありがとう、花火ありがとう。花火ありがとう。みつけありがとう。俺も作るから。作り方は分かってんでしょ。うん、あとはもう作るだけでしょ。うん、これでさ、いっぱい作ったら個展開こう。俺がお金出すから、うん、個展やろ。じゃあ家に入んないぐらい大きいのも作んないと。そんなのも作んの、うん、男が作れる器量があるだけ結構。それどういうこと？お母さん料理上手だよ。何の話？分かんない。俺ね、あの芸術は爆発だって言葉嫌いなんだよね、俺。俺芸術爆発じゃないと思ってるもん。キャッチーだけど、俺はあの考え方間違ってると思って。爆発でもなんでもない。俺は芸術はライフスタイルそのものだと思ってるから、生きる術だと思ってるから。もっとアートっていうのは淡々と過ごすもんでしょ。もっと身近にあるもんだと思ってるから。
前ブロックない、一発ブロックです、一発ブロックだ、さよなら、さよなら。売ってる系の人、アパレル？あ、そう、アパレル。アパレルはどうしたの？ん？ボンがアパレル。ボンがアパレル？うん。ボンは超絶メンヘラ生活保護リスナーでしょ。アパレルじゃないの？じゃない。入退院を繰り返し生ボン生活がある。アパレル系でしょ？アパレルじゃないでしょ。働いてないでしょ。分かんないけど。二人とも作れるよ。すごい、お父さん楽だったんだって。俺は16から一人暮らしだから。ふーちゃんありがとう。16から一人暮らしだから、ふーちゃんナイス。簡単なのは作れるよ。え、いつも別に大したもん作れねえけど、普通に家庭料理ぐらいは。自炊もう長いよ。メンズアパレルで働いてたんだ。すごい体力が。え、ってことは昔は男だったってこと？うん。昔は男。メンズアパレルで働いてんだから。あ、お前ブロックな。消えろゴミ。バイバイ。バイバイ。マルコはおしゃれなデパートだ、うん、あ、お前もブロックな、うん、バイバイ。バイバイ。
もうチキンは？もう食べるよ。マスタードがやっぱ一番うめえな。15個も買ったの？うん。ナゲットマスタードね。ナゲットマスタードに限る。昔バーベキューだったけど大人になったんだよ俺は、うん、バーベキューダメ、うん、マスタード。なんか食べよう。あと2個。もうお腹いっぱい。3個食べれない。食べれないよ。15個多いな。マスタードだよね。胃がちっちゃくなっちゃったからなんだ。うん、マスタードだよね。ナゲット、うん、やっぱジャンクばっかりで体がジャンクを拒否してる。全然うまくない。うまい。うまい。出汁の効いた煮物とか食べたい。やるか。ごちそうさまでした。これあれ入れてきて、うん、ちょっと一服させて。いいよ。延長します。アイテム爆投げお願いします。延長します。ハッタありがとう。乾杯ありがとう。 KP いいね。ありがとう。
もいっぱいありがとう。風船もありがとう。さてじゃあ環境を作るか。アサンバーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。ゆるさんトランプを3枚配りました。トランプありがとう。金魚姫さんふわポーカーをプレゼントしました。音量これくらいでいい？ポーカーありがとう。音量これくらいでいい？ BGM みんなの声と問題ない。ちょっとでかい BGM。 BGM でかい？こんにちは。ちょっとでかいか。これくらいかな。これくらいで聞こえる？俺らの声。バランスがわかんねえな。みんなテストって書いて。テストって書いて。テスト。ちょいでかこれくらいかな。ボンちゃんテスト。これくらい。これくらいかな。これくらいか。OK。 これくらいで俺の声もノリコの声も全部の声バランスいい。金魚姫さんいい感じ。いい感じ、うん、これか。ユーアさんのユアさんがガッキーに似てるのかも。ありえないでしょ。ガッキーでしょこれ。ガッキーは本当に顔整ってると思う。思わない？普通だと思う。強気に出たな。強気だな。のりこ新垣結衣普通。マジで言ってんの？いやガッキーは強気だな。のりこはすげえな。クソかわいいよね。しかもなんかその性的な感じじゃないんだよね。もうほんと芸術的なバランスなんだよな。なんか付き合いたいとかセックスしたいとかじゃないの。もうなんかね主人公じゃなくて。あ、わかる。なんかどこにもいるけど整ってる感じ。うん、ガッキーは主役じゃない方がいい。わかる。ガッキーは可愛い。ガッキー可愛いよね。ガッキーはすごいよ。だ背でかいんだよね。あれ多分172ぐらいあるよ。金魚姫さん、のんちゃんの警戒ゼロ。公表してないけどガッキーは身長170以上ある。戸田恵梨香が顔も可愛く見えてきた。戸田恵梨香はね、笑顔だけだよね。笑顔がすごいんだよね。何スマイルって言うんだっけ。ガミースマイルって言うんだっけあれ。すごいじゃんあれ。こんなになるな。あれなんか歯茎を切れば治るらしい。うん、あれは治した方がいいと思う。戸田恵梨香可愛いよね。ガミースマイルだけはちょっと絶対あれは治した方がいい。むしろなんで直さないんだと思うもんね。さあゆっくりでいいから。え、ボンってそんなでかいの？すごい。すごモデルさんみたい。俺よりでけえじゃん。そんなでかいのボンって。最近テレビ見ないからわかんないんだよね、芸能人が。ボンさん、だから
からメンズアパレルできたんだをわらわらわら。超かっこいいの作ろう。うん。一個一個、一個一個広げてこうね。これまあ飲みかけだ。ありがとうございます。がっつり買ってきたから、がっつり。で、俺もやるから、今日のりこに乗っかって。がっつり買ってきたよ。東急ハンズ。これさ、冷蔵庫の上置いといて。パン。やるぞ芸術。まず木を見ましょう。まず木を見ましょう。木のいいところをね、使えるように木を。ゆっくりで。よっしゃ。投資したよノリコに。がっつり。映画の資金ないがしろにしたけど。いいよね、みんなね。ぐちぐち言わないでしょ。カッターがハサミかなんかない。もうダメだ、寝てるだけじゃダメだから。もうのりこはもうずっとこれ作らせるから。ねえ、のりこのアート資金にちょっと使わせてもらったよ、がっつり。まずは軽量カップ。買ったの、うん、軽量カップです。これの中に樹脂を入れます。これで、でセロテープ、これが重要。セロテープ、ここに入っているか。国名の大統領観音ちゃんが出てる。のりこがマロングラッセのりこだから。今日はマロングラッセのりこ、芸術の秋だから。マロングラッセのりこ復活だから。開け口とかない。いいよ、俺がやる。はい、カッターナイフ。そうだよ、芸術家マロングラッセのりこ。はい、カッターナイフ。はい、カッターナイフ。はい、どうぞ。でここを切る。どんどんゴミ箱ない、ゴミ箱。ゴミ捨てる用の。どんどん広げていくよ。神に愛されたリスナーさん、マロングラッセのりこといえば芸術家ですよね。ニューヨークを震撼させた伝説のアーティスト。広げて見せていって、どこをどう、これ買ってこれ何に使うよって。これは俺の、これは俺の、これも俺の、これは俺の、これこれのりこ、こっちのりこ、はい、見せてあげて。そこだよ、ここクリスタルレジン。クリスタルレジン2液製です。それがいくらだっけ。7000円ぐらい。7000円ぐらいです。これ7000円したから。これが一番高いだろ。これ一番高かったね。トータル2万ぐらい使ったの。グルーガン、グルーガンです。温めて接着剤だよね。接着剤仮止めというか。やる、どいて。手袋、ゴムの手袋。のんちゃんは何ができてどんな知識あるの。技術が詳しいだろうのはわかるが。自己紹介して。油絵と、あと専門は FRP とかで作品を作ってました。これ定規。学歴はないとわかんない。花形定規。学歴。あ
とは、建築設計もできます。建築設計はCADを使ってやってました。これをゴミ袋にする。ユーアさんレジン。そうです、ユレジンです。レジンです。匿名の大統領3トランプを3枚配りました。トランプナイス。アサンバーガーをプレゼントしました。あとこれは最後に塗るニースです。あとこれは磨くプラスチックを磨くピカール。あとハケ。捨てよ、とりあえずゴミをガンガン、はい、これも捨てちゃうよ。それゴミ袋しようと思う。いいよ、捨てよ。女の人紙袋と、わー、ありがとう、ライムさん。作る工程全部今から見せます。僕ら配信者と配信者の彼女なんで全部見せます。これは俺の、テープですね。これはあのカメラに使うやつ。これはレジに色をつけるやつ。どんどん捨てるよ、うん、緑と、これがレッドね。レッドとブルーを変えました。楽しみ、一緒に楽しもう、一緒に芸術やろう。リスナーさんの投資してくれた金ぶっ込んだから、のりこに2万使ったからね。ありがとうございます。映画資金だ、映画の備品にもなるしね。のりこの才能開花させよう今日。ゆうあさんいいね。ねえ、いいよね。これはね、俺の、これはのんちゃんの木です。俺の木はこっちです。これで杖作ります。僕はこんな感じの木。俺のは こんな感じです。これで俺は杖を作ります。じゃあこれ捨ててきて先に、はい、シール剥がしで、ここなんかゴミ袋つけて、はい、うん、のりこの買った木はこれとこれで作るみたいです。これちょっと完成予想図はよくわかりません。これがね、ちょっと固めの木ですね。固めの木。のりこが何を作るのかはちょっとよくわかりません。両方は使わない。両方使わないのこれ。1個ずつ違うもの。あ、2つ作るの？で、のりこの木はこれですね。ストレートな、こんな感じ。流木だと思うよ、これ。多分。流木。軽い木ですね。俺はこれと、あ、こんばんは。俺はこれとあの鹿の角を切って杖を作りますね。鹿の角、あのだいぶ 2,3 年前に、トランプありがとうね。2年前にあの旅配信、富士の樹海で手に入れた、富士の樹海手に入れたあの鹿の角とこれを合体させて、鹿の角と木とアクリルの杖を作ろうと思います。なかった。元さんトランプを3枚配りました。トランプありがとうね。ちょっとメガネ持ってくる。はい、いいすけさんワクワク。アクリルのアートですね。アクリルの。俺はこれをアクリルをぶった切って 木の杖にするから。トランプを3枚配りました。3枚ありがとう。今日使うのどっち？
使うの。こっち使います。これで教えてあげないと。今日はこっち使います。俺はこっちを使います。これと俺は鹿の角を使います。じゃあそれに一回そのそれ取って これの前これそれこれ、これはどっか本棚入れて。でまずのんちゃん整理整頓が全くできないんで整理整頓仕込み、あ、こっちでいいや、ここに入れて挟んどいて。これはね、照明に使うやつですね。あの部屋のライトをバックライト赤に染めるやつです。手元見せる見せる、大丈夫大丈夫。今はあの雑談用のカメラ入ってたから任せて。でヤスリは240番から1200番までヤスリで磨き上げます。のんちゃんの箱、これはのんちゃんの箱です。じゃあこれに入れてこう、とりあえず一回。これのりこ芸術ボックスね。うん、オッケー、行くよ。あ、これゴミ袋にしよう。うん、やって。みんなありがとうね、トランプ。のりこ芸術復帰第1号作品だからね、気合い入れてこうね、のりこ、うん、芸術家としての才能を開花させよう。これはいざって時の。じゃあ一個一個入れてこう。はい、のりちゃん。はい、これ折りたたんでおいていいよね。うん、畳むよ。うん、はい、これは入る。はい、はい、どんどん入れてって。ピカールね、これ磨く研磨剤ね。樹脂も、樹脂も全部入れとこう。とりあえずコップ、セロテープも開けちゃうよ。うん、のんちゃんの大事な素材どんどん入れてこう。これがブルーガンってやつなの。うん、これ、うん、ブルーガンの元は、使い方わかんの。うん、大丈夫よ、ほっといて、うん、これ捨てるよ。じゃあ、うん、にゅーんって棒を入れてにゅーんってやる。すぐくっつくの。うん、はい、ブルーが冷えたら固まる。それも缶、一斗缶。うち、はい、はい、じゃあのんちゃん机持ってきなよ。机そこに広げな。ダンボールでいいの。うん、これでいい。それでいい、うん、それ切って広げれば。小さすぎるでしょ、それじゃ。カッターで切って広げなよ。大丈夫大丈夫。軽量カップ入ってんだな、手袋と。本当だ。あ、未完成なんだ。うん、はい、二液性。二液性ね。説明書は中に入れといていいの。はい、はい、ね、熱性レジンです。これ捨てるようだ。はい、よし、じゃあカメラのセッティングしようか。のりこそこ、カバン汚れるから他やりな。うん、カメラセッティングするから。
これでいいかな。これでいい、みんな。いいよ。これで見える？これでオッケー？トンちゃんのドリンク見えてる？マジも見える？マイクの位置がノリコに近くするよ、俺声でかいから。ライムさん見えますよ。オッケー、トンちゃん声小さいからノリコにマイク近づけるね。喋ってみて。大きい声で喋ります。これでどう、声2人のバランス OK？ 声のりこにマイク近づけたから。大きい声で喋るから平気。平気？BGM 切る？気のいいところを探す。これで OK？ BGM いらない？ライムさん OK です。 OK？ BGM あった方がいい。どう？任せるけど。どうする？なかなかいい気だね、こりゃ。いいの手に入った。いいのが手に入りましたね。これでいこうか。じゃあ作り始めましょうか。じゃあまず教えてください。親子で図工ですか？微笑ましいです。はい、スラさんブロックです。バイバイ。はい、ブロックです。気を取り直していきましょう。ラッキー。でどうすればいいの？何をしていく感じの？まず切りたい部分を印をつけます。いい部分、いいとこ探して切りたい部分。で俺も素材持ってくるわ。うん。で、俺の、待って、ノコギリが必要なんだよね。うん。これがねえな、のんちゃん。ん？これはあったんだけど。歯？歯。歯がない？糸のこの歯ねえかも。ちょっと待って。あれ、糸のこの歯なかったっけ？じゃあ、でんのこの歯だけで使おう。あ、これがあるの、のんちゃん。ん？これで使える？うん、使える。これ切ります。いける？それで。うん。こうこう。
切る。え、そうやって切っちゃうのもったいなくない？いいの。いいの？だって表面積が大きい方がいいんじゃないの？うん、いいの。まあ、いっか。俺コーヒー買ってくるわ。うん。のんちゃんなんかいる？大丈夫。俺コーヒー買ってくる。延長代ありがとう。延長さ、ありがとう。あの延長の時教えてね、延長だよって。あの作業枠の時気づかないこと多いから。ワード延長忘れてるよって教えてね。わかんないっす。ありがとう、ありがとう。ナイスー。ハートをプレゼントしました。ハートナイスー。でも、買えなくねえかの。ドンさん了解しました。教えてね、延長だよ、ワードさん。のんちゃん、小銭ない。30円欲しい。これいい木でしょ、これかっこよくない？これいい木じゃん。ちょうどグリップがこういう感じで持とうかな。いいでしょ、こういう感じ。30円あると嬉しい。コーヒー買って。ペットボトル持ってきたの3つぐらい。いいよね、この杖ね。のりこが作るのは俺は何だか分かんない。トランプナイスー。
やってほしいことあったらやるかんね。うん、ちょっとこれをね、蹴ってやる。え、外で蹴ってね、折ってく、折ってくんの、うん、うん、延長します。さくみアットマークワード監督マネージャーさん延長。うん、はあ、コーヒー夢段差でボキッと行くんだよ。うん、うん、木を折るんだって。ボキッと。さて俺はどうしよう。鹿の角どこやったっけ。折れた、折れた、綺麗に割れた。ほら言ったじゃん。でしょ、もう失敗、うん、そういう木だった。だから言ったじゃん、もう失敗したの。じゃあじゃあ入れすぎなんだって。ほらのんちゃんもう失敗してる。これはこれとこれで作る。こういう感じかな。こういう感じ。だがめげない。うん。バキバキってやりたいんでしょ？トゲトゲに。どれ貸してごらん。ほら、だから水を入れ。ここでやるよ。え？こことここでやるよ。もっと斜めに削った方がかっこいいって。じゃ難しいんだよ、だから。俺もこれ折らないとな。俺はこれこんな感じでいいかな。杖どうしよっかな。よし、これでいく。杖さ、ここのさ、これ切った方がいいかな。どう思う？これ超かっこよくない？これこの杖超かっこいいでしょ。太さが合わないからこの辺で合体させたいかな。超かっこよくないこれ。うん、上の方がいいのかな。こういう方がかっこいいかな。誰も何にも言わねえ。どうすんの、のんちゃん。ん？こう行く。どれ？こう行く？うん。うん、それさ、ヒントあげようか。あのペンチで掴んでバキバキバキって剥がせばいいんだよ。そうか。と思うよ。ペンチでバキバキバキって入れんの。延長します。ポン3いいね50個プレゼントしました。ポン3風船を10個プレゼントしました。これどうしようかな。ポーの方がかっこいいかな。ポン3バーガーを5個プレゼントしました。どうしようか。ポン3ハートをプレゼントしました。I23 すみません、もうちょい手元寄れますか。俺ののりこのどっち、俺とのりこどっちのカメラ2つある。全然映ってない。 のんちゃんカメラ上。 I23 のんちゃんの、のんちゃんの、はいはい、ちょっと待ってね。手元寄る、これくらい、これくらい、こんな感じでいい、どう、どう、これくらいでいい。ちょっと上か。
これくらいでいい？ですありがとうございます。はい、はい。たくみアットマークはド監督マネージャーさんいい感じ。いい感じ？はいはい。要はね、斜めに切れてるとかっこいいんだよ。ここの斜めの部分がアクリルと融合するから。いやだから俺のりこに注意してたのはそこなんだよ。真っ平らに切れちゃったから全然かっこよくなんない。剥がせばいいんだよのりこ。T さんのんちゃんの作っているのはのんちゃんの作品なんですか？そう。これで。これで。違う。貸して。これが要は斜めにバキバキっとなってる方がかっこいいんでしょ、うん、これ嫌でしょん、これ嫌でしょ、ダサいでしょ。やってあげようか、やってあげようか、かっこよく。じゃあペンチ、俺のあれ持ってきて。俺がのりこのテコ入れしたけど、のりちゃんアホだから。ペンチどこにある？手動でやっていい？これ。うん。いくよ、思いっきりいくよ。うん。ペンチ欲しいな。ペンチ、俺のさ、あの工具箱。俺とこれ。のりこね、不器用なんだよ。下手くそなんだよ。ニッパーは？ニッパーじゃダメ。あ、ニッパーでもいいよ。ニッパーでのんちゃんバチバチ切っていけばいいんだよ、うん、ニッパーでやるな。そしたら細かくできるから、うん、うん、そうする。ニッパーでバツンバツン。ユアさんで人力で固める。うーんとね、まあまあ完成を楽しみにした方がいいと思うけど、要はもうバツンバツンって切って、ペンチでビキビキビキって引き剥がしていくの。あ、お前ブロックな。はい、ブロックです。ブロックだよ、てめえは、うん、そう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 、そういうことでしょ、うん、うん、それでバチバチ切っていけな。そう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 。流木が思いのほかに柔らかかった。流木は柔らかいよ。だから材質選ぶときに俺間違ってるなと思ったけど、突っ込まなかった。のんちゃんとワドさんで別々に作ってます。どうしようかな。俺は杖を作るんだけど、どういう形状にしようかなと思って。上の方がかっこいいのかな。ハピネスさん、和道先生はどつ？はい、はどつ。これだとな、どうしよう。これがこう来る感じがかっこいいんだよね。こういう感じわかる？取っかかり棒がこうなってグリップがあるって。だから理想はこうなんだよね、こういう杖。でもちょっとトゲが生えすぎてんだよね。これ杖として機能しないんだよな、これだと。どうしようかな。これはこれで作る。これはこれで取っとく。これだけでいく？今回鹿の角なかなか手に入らないよね。どうしよっかな。鹿の角があと思ってるよりも重たい。これこれ取っとく？次回作に。もう2年間取っといてるけど、これだけでいく？俺どうしよう。どうすっかな。ちょっと使いづれえな。これでいい。T さんならなぜはどうが思うかっこいい作品に仕上げようとしてるんですか。のんちゃんの好きにやらせてみては。うるせえ。のりこが失敗したからアドバイスしてんだろ。黙ってろよ、ゴミが。俺はのりこのこと分かってるから言ってんだよ。ねえ、のんちゃん、うん、うまくいかなかったもんね、うん、うまくいったでしょ。うん、できた。うん、いや、のんちゃんな、構想を俺は把握してるから。大きくしよう。よし、くっつけるぞ、テロテープで。
早いね、のりこね、うん、見切りがいいんだよ、女の方がこういうのは。どうすっかな、俺の場合硬すぎるんだよな、この木が。うんちゃんと逆だね。逆なんだよね。のんちゃん、ノコギリちょうだい。はい、はい、ちょっと俺行ってくるわ、うん、外へ折ってくる。あ、外じゃなくていいんだよな、外へ折ってくるね、うん。折れなかった。カチカチだよ、俺。カチカチだ、折れねえわ。ノコギリどこ？めちゃくちゃ硬いじゃん。行かないね。これもう折りが全てだもんね、うん、どう折るかで決まってるから。愛されたリスナーさんカチカチだから切るの難しそうですね。切るっつうか折るんだよね。バキバキに、バキバキの流線がかっこいいの。そこがミソなの、このアートの。俺は杖。のんちゃんはなんていうの、オブジェ。オブジェ。のりこはオブジェ。俺は杖。ハピネスさん、よっさんに渡すの。よっさんの杖ではない。オブジェ。のんちゃんはオブジェ。おっさんの杖だ。でも名前かっこいいよね、吉行の杖。うん、ちょっともう一回折ってくるわ。いかねえわ。ノコギリと刃入れたとこ全然違うところで折れた。全然真っ二つに、全然関係ないところ折れたわ。超難しいわこれ。ここに刃入れたの、ここに刃入れたのにこんなになっちゃったよ。木折るって難しいんだな。いや、ノリコ難しかった、すまん。俺も失敗した。いや超むずいわ、木かっこよく折んの。全然はず、ちょっとニッパーちょうだい。ダメだ。これ木だな。神に愛されたリスナーさん、何かいい方法はないのか。いや、
これね、要はね、木の選び方問題だな、多分。木の選び方問題。もうね、木を折っていい木を探すんじゃなくて、折れたかっこいい木がどれだけ集まるかだね。あと流木が多分ダメなんだよ。普通の木材だとしなるからいいんだけど、ガチャッといくね。パキッていっちゃう。そう、パキッていくの。そう。あれって全然うまくいかない。いや、これは折るアートなのよ。折って正解なの。折るところは別に間違ってない。よし、ここにフグルーガンを使う。もう一個は、え、もうそこまでいったの。どれどれ。おお。え、どっから息入れんの。ここに穴を開けて。あ、そこに穴を開けんだ。垂らす。なるへそ。いや、これむずいわ。これはむずい。かっこよくならなかったな。どうしよう。いや、これむずいぞ、みんな。どうする。これむずいね、のんちゃんね。うん。いや、マジか。こんな感じか。ちょっと悔しいな。でも失敗があるから次成功するからね、のんちゃん。うん、そうだね。そう、そこら辺にコンセントない？あるよ、ここにあるよ。ここのんちゃん、もうそんなに進むの早いんだ。うん。ちっちゃいからね、のんちゃんのやつ。うん。いや、悔しいな、ちょっと。負けた感がすごい。何本ぐらいしたら出てくる。え？ここをかっこよく。してえな、これ。これさ、鉛筆、ボールペンかなんかない？ボールペン。なんちゃ、ボールペン。ボールペン。ボールペンちょうだい。が欲しいな。うん、バキバキバキっていきたいね。おっと、出てきた。うまくいかねえな。これでも楽しいね。うん。あ
れノリコンピント合ってるこれ。ピント合ってんだ。拡大してるからか。もうそんなに進んでんのいいな。流木あれだったね、ちょっとね、上級者向きだった。流木難しいね、うん、上級者向けだったな。必死でコメントが返せない。だ、こういうことでしょ、のんちゃん。あ、かっこよくできた。こういうこと。これはむずいよ、のんちゃん。みんな平らな木でやってるからね。そうそうそう、平らな木だからバキっていくんだよ、かっこよく、うん、繊維質で。あと縦の線の向きを計算しないと無理だねこれ、うん、この時点ではヤスリかけないの。かけない。かけない。かけてもいいけど。いいよいいよ、続けていいよ、うん、これペンチだ、のんちゃんペンチ取って。ペンチでバキバキ。細いペンチでいい。え？細いペンチ。ペンチペンチ。ペンチでバキバキ引き剥がしていくんだ。細いペンチしかわかんない。どれ？あ、ダメ。ダメダメ。うん、あの、このボックスある。このボックス。俺用の。今こんな感じです、僕の木は。箱ごと持ってった方がいい？わからん。見当たらない。ありがとう。え？あの冷蔵庫の炊飯器の横にいないかな。ペンチないな、確かに。ペンチない。オッケー。じゃあ今度買おう。ヤスリの棒じゃダメだ。ペンチで引き剥がしたいんだよ、ベリベリベリって。ペンチなくなんだよな。パーク店長さん、バーガーを10個プレゼントしました。バーガーありがとう。バーガーありがとう。
暑いな。暑くね？暑いです。ちょっと暖房予約する。うん、さあちゃんとピコちゃん我慢してね。いや暑すぎるでしょこれ。それかあのあれ切って、温暖化、加湿器、加湿器もいらないでしょ。いる。いる？うん。もうそんな手順まで行ったの？早っ。のりこ意外と早いな。全然納得いかない俺。でもこれ磨くのが大変なの。磨きがね。テレビのさ人はさ機械でみんな磨くからさ、うん、早いけどさ、うん、そうだよ。まみちゃん手で磨かなきゃいけない。穴開けます。こんな感じかな俺は断面、切っとくか。よいしょ。でテープで巻いてくの。まっすぐがいいの。ここはこうなってる。どうつ、こうなってたのかな。このくらいまで伸ばしたいかな。で下も延長したい、うん、とりあえずこれはこれくらいの幅だったらこのやつの方がいいんじゃない。その方がいい。うん、うん、まっすぐちょシャキーンってなるけど。うん、じゃあそれでいく。これはハサミできんの？うん、OK、カッターで切ってもいいけど。ハサミでいく。ハサミちょうだい。このハサミ、このハサミ。それダメ。匿名よ大統領サントランプを3枚配りました。ありがとう。いやこれ買ったくて飲んじゃん負けなくない。そこはセロテープでガチッと固定グルーガンで、うん、OK、適当でいいよね。うん、延長します。間違えたかな。ボンさん延長します。ボンさんいいねお10個プレゼントします。もうちょい柔らかいやつだったんだよこれ。監督マネージャーさん風船を10個プレゼントしました。風船ありがとう。スリカでも一番いいね薄いやつだった。薄いやつだった。硬いねこれ。ボンサンバーガ
ーガーを5個プレゼントしました。それかセロテープで頑張る。セロテープの方がいいような気はする。カーフ船長さんバーガーを10個プレゼントしました。ありがとう、ありがとう。ニースケさんハートをプレゼントしました。またありがとう。もうじゃあテープちょうだい。え、これ仮止めはさ、テープでいくの、それともグルーガンの方がいいの？パーティーテープだよね。で、最後グルーガン。うん、え、これ重ねていいの？うん、手伝ってくんね。ピタッとこういう風にやるのか、それとも重ねていいのか。ん、あ、重ねてもいい。重ねてもいい、うん、入れるところあんの？大丈夫？ちょっとブカブカにした。ここからあのなんつうの、あのここテープで巻けばいいんだよね。うん、硬いよこれ。のんちゃん、まず仮止め、逆から逆から、こう、そう、そっからそっちから持ってって、きれいにピタッと貼って押さえて、そう、ありがとう。またいけるかな。ヤスリで磨けばいいんだもんね。うん、これ難しいわ。なめてた。杖は上級者向きだね。杖上級者向きだね。これね。うん。うん、杖上級者向きだなこれ。まだ最初の作品だからねこれ。うん、あ、プロだもんねあれね。うん、あ、なん。じゃあ気泡が入るな。馬さんトランプを3枚配りました。気泡入る。3ワード3眠くなった。目を切ってたらごめん。はいはい。火がスカスカだからさ、そっからジュワーってさ降りてくるよね。うん、絶対ね、うん、だから木を全体をぐるぐる巻きにすればいいんだよ。わかる。そしたら木の間の密度にどん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 、わかる言ってる意味、うん、もう木自体をこうやって巻いちゃえばいいんだよ。わかる。でもそしたらグルーガンいらないね。グルーガン、グルーガンは止めるんじゃないの？あ、グルーガンで止めて漏れてきた。うん、ここだと漏れちゃうからデコボコしてるから、それでグルーガン使う。あ、そっかそっか、それでいいんじゃん、うん、グルーガンがあんの。グルーガンで止めるのか、のりこの手法だと。うん、うん、俺のクリスタルロッドうまくいくかな。これ1対2の割合で入れるシリーズ。シリーズ、うん、え、こうやったらどうすればいい？これでいいんでしょ、これで。うん、いいの、うん、うん、で、今度これをこっち、こう止めちゃっていいの？うん、これは上級者向けだよ、のんちゃん。うん、いいよ、やってて。一服する、ちょっと。ああ、それ、向こうにどかして。ん、これ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 、ここに座って一服した。これの箱？そう、両方。俺楽しいぞ、みんな芸術めちゃくちゃ楽しいよ。これがこうなって、地味な絵になってる
地味だよ、うん、地味な配信になってるけどね。すげえ楽しいよね、やってる本人は、うん、これでいいのかな、これでいい、のんちゃん、うん、うん、ここはいつも大丈夫、うん、こんな感じかな。うわ、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、ほんとだ、やばい、これやばいよね。え、ここ真ん中ブルーがいいかな、どう思う、これ切って、赤にすんじゃないの、いや、赤は上が赤がいいかなとか思って、うん、どうしよう、え、どう思う、どんどんちょうだい、どんどん切ってちょうだい、え、ここのさ、透明の部分、赤がいいかな、青がいいかな、緑がいいかな、どう思う、みんな何色の杖にしよう、どんどんちょうだい、何色がいいかな、赤でも薄くすればピンクっぽく見える、いや、ま、あの赤透明がいい、ここ赤かな、え、めっちゃかっこいいのできるよこれ、え、どうしようどうしよう、どんどんちょうだい、何色にしようかな、何がいいかな、うん、ブルーかな、この上の方を赤にしようと思ってんだよね、うん、これでいいの、うん、で、何、どっかに穴開けるの、うん、どんどん状態塞がってない、完璧に、楽しいねこれ、うん、じゃんじゃんください、じゃんじゃんちょうだい、わあこれハマりそう、多分磨くときに嫌になる、なんで磨くの大変だから、これ大丈夫かな、ここビーってやった方がいいかな、大丈夫だと思う、大丈夫、うん、で、これでこの長さか、もうちょい長さ必要だね、下までね、予算の杖、予算の杖まあでも今日ここまででやってみようか、うん、とりあえずどうチェックして、これで OK か、こんだけついてれば漏れないと思うよ、 OK、うん、じゃあ俺、あ、色何にしようか、みんな赤にしようかな、この透明の部分にアクリル流すんだよ、何色にしようかな、これアクリルじゃないからね、え、レジン、レジン、多分ポリエステルから、ポリエステル結構硬いんでしょ、大丈夫でしょ、うん、うん、じゃあ俺、のんちゃん何する、ん、のんちゃん何色にする、ここ、じゃあ青、じゃあ俺も青にするわ、うん、ここお揃いで、うん、のりこと同じ材質でやりたいから、うん、俺の分も作って、うん、でここお揃いにしよう、色、うん、いやこれちょっと穴を上側に開けた方がいいかな、上側、うん、上側にやってちょっと一回こっちに流して、うんうん、下に、うんうん、オッケー、ここら辺、ここら辺、うん、ここら辺、穴はどれくらいの穴が必要なの、そんなちょっと垂らすぐらいの、でもそれはもっと大きくていいよ、それもっと大きくていい、うん、これはカッターで切るの、うん、じゃあカッターでしょ、よし、ここ、あ、もうちょっと下でもいい、ここ、うん、カッターいいから、これは面白いね、面白い、
穴を開けると。お、あ、入っちゃった穴。ああ、ダメダメ入っちゃった。これダメだよ。で、うん、この中に石入れてもいいんだよね。うん、なんか石入れようかな。これお仏像とかも入れていいの？いいよ。仏像入れていい？うん、え、俺さ、杖の中にブッダ閉じ込めていい？みんな。ブッダ、お釈迦様閉じ込めていい？この中に。どこに行っちゃうか分かんないもん。でもいい具合にそこに通ここにね、最初に配置すればどう思う？ブッダ閉じ込めていい？杖の中に。逆さまになってきた。ブッダなんで誰も何も書かなくなっちゃったの？見にくいんだよ、見窓だと。見にくいの、うん、何やってるか分かんないスマホだと。お釈迦様が杖の中で暴れ回ってる。棒こんな感じかな、うん、どう？やめた方がいいか。エヴァ閉じ込めようかな。手術がしてる。OK、これで OK、うん、できました。皆さん、僕のクリスタルロッド、ここに穴が開いてます。でこことここの部分を液体で固めます。今からめっちゃ楽しみだな。結構簡単だね、うん、簡単だけど奥が深いんだね、この木の折り方とか、うん、あーすげえ面白いじゃんこれ。これ足りる？もっとぐるぐる巻きじゃない？大丈夫かな？隙間はなくあれば。まあ、いいとは思うけど、隙間があるとジャーって出てきちゃうから、だからもっと止めよう。しんちゃんママさんただいま。ママ企画、ワドさん、のんちゃんお疲れ様。ありがとうございます。はい、お疲れ。バチバチにしたら大丈夫でしょう、うん、あと上の方も。え、これ楽しいじゃん、いっぱい作ろう。うん、しんちゃん、ママさん、のんちゃん、かわいい。消えちゃった。のんちゃん、この二窓は見づらいっつったから、うん、しちゃうんだよ。大丈夫かな。うまくいくかな。楽しみだな。絶対楽しいじゃんこんなの。うまくできればね。うん。
超綺麗なのができる。ね、光ったらかっこいいよね。うん。へえ。これだったらこっからドリル入れてさ、LED で入れられる。LED。で、ここピカーンって光るのか。そう、ピカーンって光る。ブルーね、のりこブルーね。うん。さ。綺麗なブルー作ったよ。うん。一色でいくの？一色でいい。おー、ワドツー。いらっしゃい。割り箸を取ってくる。はいはい。エデンさんを、のんちゃんだ、のんちゃんだ。のんちゃんだよ。のんちゃんだよ。俺のもやって。うん。はい。もうちょい引きかな、のんちゃん。よいしょ。もうちょい下。ダンボール。ん？ダンボール引き。まあいいか。うん、イベンさん、のんちゃんが出てる。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。おいおい。あ、ドレッシングだ。本物。のんちゃんの方がうまくできてる。そう。うん。楽しみだね。大きいやつ使おうぜ。うん。あ、棒も。あ、これは違った。あ、多めに作って。どれくらいだろう。それが満たさ、まあまあカップでわかるか、大体目分量で。うん。しんちゃん、ママちゃん、のんちゃん、カットインレアかもよく知らないけど。え、何時間でできるって書いてあった？何十分？え、何十分なの？え、そんなんで固まるの？え、説明書読んだ？読んでない。読んでないんだ。これ？うん、それそれ。ん？違う、なんか、え、なかった？あの紙、あの、あん中に入れたけど箱？ん？これ箱？違う違う、箱の中にあった紙をそっちに入れたけど。これ？うん、それだ。計量100対50、2対1ね。うん。うん。グラムは？はかり。このメモリがついてる。メモリ？いや、はかりでやった方がいいよ、グラム。うん。ほら、メモリ。のんちゃん、嘘つきじゃん。完全交換まで3日から5日って書いてあるよ。ああ。いや、ああじゃないよ。製作物の大きさが小さい場合や厚みが薄い場合は3日4日で、うんうん、でかいものは24時間だって。え、でかい方が効果が早いんだって。そっか、面白いね。エデンさん、のんちゃんは可愛いな。それの深夜食堂さん、のりこ、それ先っちょとんがらせとけばいたって時の狂気になるからな、親切心。プシュ、カメラこっちだから。保管、空気、修正さ、よし、はかりはかり。はい。あ、比重の温度が違うから、うん、あの、いいや、CC でいいんじゃない？え、グラムなのかな、これ。それ硬化剤合計150から100。え、どうなんだろう、これ、グラムでやるのかな？比重が違う。重量比だから、うん、え、重量比。え？え、グラムなのかな？どうなの？俺バカだからそういうの分かんないんだけど、重さで比重を測るのか。だってこれ1キロと500グラムで書いてある。うん、あ、じゃあ1対1なのかな。うん、
じゃあ大丈夫か。うん、配合比を1対2だから、まあまあそこは分かるよね。うん。何作る？いや測んないの。測るぞ。え？うん？測りは？測りでほうがいい？測りのだって測りで書いてあるよ。計量。食堂さん、よく先端とんがらけて正解の再確認。よいしょ。どんなのができるかな、楽しみだな。のりこの、のりこの復帰作だからね。のりこの復帰作だから、アーティストとしての。ブルーあんま濃すぎるブルーじゃなくて透明なブルー。うん、結構透明なブルー。うん、薄い透明なブルーか。うん、うん、よし行ってみよう。ブルーを取り出します。なんでこれ薄い方が硬化しないんだろう、それがよくわかんないんだよ。リスナーさん、アノマログラノリコがついに始動ですか。そう、あ、マロングラッセ作品それ最後でしょ。うん、最後。あ、俺振っといてあげる。うん、大丈夫だ。振りたいの。はい、大丈夫。はい、はい、なんでこれ薄い方が効果があれなんだろうな。これ大物でしょ。え？大物でしょこれ。大物？うん。どういうこと？薄物じゃないでしょ。薄物じゃないねこれは。で、静かにホコリがゴミは入らないようにだって。うん。後でヤスリかけるもんね。うん、うん、まあね。30ミリ以下を推奨。あの平らなやつはさ、反っちゃうんだよね。ああ、重みでか。そういうことか。ん、重みで歪むってことでしょ。なんかね、縮むの。ああ、これでもさ、シルバーアクセサリーとかいろんなのにもアクセサリーに転用できるから勉強になるね。うん、これね、実はね、あのアイディアであったんで、 X さんと話してる、うん、多分ワドがやりたいの樹脂使った方がいいなって言われてたから、うん、これは面白いよ。やろうか。うん、ポンと。はい、どうぞ。振った？振らない。これは振らないの。うん、泡が出ちゃうから。あ、そっかそっか、静かにか。静かに。さあ行くぞ、のりこが。手袋しとくか。一応アレルギーはないですが、手袋をします。あるさん、トランプを3枚配りました。あ、トランプありがとう。トランプナイス。いやこれ楽しいよ、これこれいいよ。これハマりそうだな。のりこより俺がいっぱい作っちゃったりしてね。来たらいっぱいできてるんでしょ。あれ余計なもんが、ゴミが。でもね、これでアクセサリー作ってリスナーにプレゼントとか絶対嬉しいよね。うん、ゆっくり注ぐ。ゆっくり注ぎます。
ティッシュ。ティッシュある。楽しいね、のんちゃん。うん、これは楽しいです。蓋して、よいしょ、はい、ピコン。いいよ、やってあげる。どうやってやんの？ん？いって。ん？うん。いや。いいよ、それで。え、のっそくだけでいいの？あ、ちゃんとやって。どうやってやんの？あれ？あ、そうか。何グラム、何グラム、何だった？2000グラム、うん、1000グラムってこと、うん、うん、アホだから間違えないでよ、うん、はい、ほらほら、ああ、床にビタビタになってる。だからアホだから。1100になってるじゃん、もんちゃん。うん、え、足す？うん、大丈夫。だって比重間違えてるよ。そんなビタビタじゃなくても平気だよ、うん、で、次は色入れます。割り箸がどっか行っちまった。自然さん謎の強気 www かわゆく www、 入れすぎないようにね、うん、アホだから。あー、ほら床が、何やってる、拭いて拭いて拭いてよ、アホ。早く床が染まっちゃうから、早く早く早く。いや、なんでそんなゆっくり、亀みたいなの。早く、いや、早く拭かないと。で、そこにもついてる、そこにもいっぱい。左手持ってるからね、忘れないでよ、うん、え、でも、いいよ、もうさ、俺がやるよ。あー、あ、いや、除光液でやろう。そんな、いい、任せよ。色は、色はノリコの方が得意だから。床、あー、もうあ、いい色じゃん。いいよ、のりこ、いいよ。泡立てないようにね。うん。わあ、綺麗綺麗綺麗。もうちょい濃くてもいい？あー、いいねいいね。もうちょい濃くてもいい？うん、好きな色にしな。のんちゃんが。こんぐらいで大丈夫だった。こんぐらい？不器用だな。じゃあ混ぜろ混ぜろ。
ゆっくりゆっくり。愛されたリスナーさん、のりこブルーですね。のりこブルーだね、これは。気泡が入るとね、ダメになるからね。何回かきますよ。よくかき混ざるまで。うん。今色がさ入れたからさ色が混ざるまで。うん。混ざりきってない全然。下の方に沈殿してるね。混ぜろ混ぜろ。いいね。あいい色いい色。のんちゃんいいよ。いいよいいよ。いい色だよのんちゃん。綺麗だね。うん。綺麗だわ。あいい色になったね。うん。いいよ。下の方にまだね溜まってるから、ま、下の真ん中の方。横から見るとわかるよ。うん。あとカップの端っこにくっついてるのを一回ねグーってやっ、あの下下下 下, 下。そうそうそう。あ、いい色。あ、延長ありがとう。延長ありがとう。延長します。アイテムお願いします。あ、これ面白いじゃん。いいね。うん、これね、お父さんの DIY とかに使えばいいんだよね。うん、家具作れるよ、これで。ししこれ綺麗だよね、みんなね。これいいよね。ランプとかも作れるんだよ。LED ランプ埋め込めば。あのランプも作れる。ゴルモアさんって誰ですか。マンゴルモア。いや別に出たければ出しますよ。オーディション来てください。混ざってない分もういいのかな。どう、もうじゃあカップ持ち上げてその横から見てこのライト当てて、なんかねこう混ざってないところとかあるから、いや回さないとわかんないでしょ。どう？うん、結構混ざってる。あとのんちゃん鼻水垂れてるから、はいはいはい、鼻水が垂れてるから、はいはいはい、はい、あアホの子でしょ、鼻水垂らしながら鼻水垂らしながらスライム作ってるアホの子になってたから今。どう？ちゃん、あくねさん、こんばんは。はい、こんばんは、せきちゃん。よく混ぜた方がいい。よく混ぜた方がいいね。これは面白いね、のんちゃんね。魔力を込めて、のんちゃん。魔力を。これは小学生とかも楽しいよね。学校の授業でやればいい。これはいいよ。よし、行くか。行くか。本番？うん。あ、こん中に出て、割り箸。割り箸使う？大丈夫か。うん。そこ置いとけ。あ、いいよいいよ、何でもいいよ、好きにしな。くるめ、くるめ、うん、はいはい、よっしゃ、じゃあのりこ気合だよ。わぞさんのからじゃ、俺のからでいいよ、うん、実験で。しんちゃんママさんでね、二人の会話を聞きながら晩ご飯作ってるんだけど映像見れないからエロい想像しちゃう、うん、ゆっくり注いでね、ゆっくりだよ、うん、おー、来た？行った？まだ？ん？来た？来た来た来た？いいよ、ゆっくりね、ゆっくりだよ、ゆっくりだよ、ゆっくりゆっくり、そーっとだよ、早くしないでね、ゆっくりゆっくり、そう、ゆっくり、あんまり動かさないで、そう、いいよ、のりこいいよ。笑わせないで。笑わせないよ。ゆっくりだよ、のんちゃん。あんまり早くしないで。そーっとね、そーっと。いいよ。
いいよ、のりこ。いいよ。おお。え、パンパンにした？いっぱいにした？わかんない。なってるの？なってるのか。結構薄くない？お、俺はそれでいいよ。うん。うん、いいのこの透明感。ちょっと薄すぎない？うん、ダメ？俺はもうちょい濃い方が好きだけど、まあいいよ俺のはそれで。いや、のりこがそれでいいんだったら調整かけなよ、色の。どうだ、まだか、わかんない。結構入るなこれ。どうされる、こんなもんだろうね。なんちゃう、うん、足りる、うん、見えねえな、メガネ取る。あー、綺麗綺麗綺麗、いいよ。かっこいい、かっこいい、いいじゃん、いいじゃん、のんちゃん、いいよ、すごくいい、すごくかっこいいよ、いいね、楽しいね。あ、これはすごいわ。あ、これはすごい。あ、綺麗綺麗綺麗、すごいね、綺麗だ。すごい綺麗、魔法みたい本当に。もうちょい近くで見たい、カメラ寄せようか、みんな近くで見る。すごい綺麗だよ。すごい綺麗じゃない、ほらほら、ちょっと俺の方薄いよね色。のりこの方めっちゃ綺麗、これ綺麗じゃない、なんか言えよ、うん、余ったねだいぶだいぶ余ったね、どうした、どうするそれ、硬化させとこうそれもったいないから、なんか やればよかったね。俺のもさ、ちょっと上の方斜めになってるから、なんか行きたい、あれもうちょい継ぎ足してよ、沈んだよね、沈んだ、だって空気入ってない上の方、あの左側、左の上の方空気の玉できてない、ここ、じゃあ右だよそっち、左わかんねえ、ん、入らない、もっと入るじゃん、多分沈んでくんだよ、下に染み込んでんの俺の木の表面が。でいいよ、垂らしちゃって、うん、いいね。のんちゃんの空気は入ってないね。のりこの方めちゃめちゃかっこいい、クリスタルロットなんだけど。チョコニさん指導しだしたんだ、指導したよチョコツーさん、のりこ芸術、これ超綺麗じゃん、木に染み込んでくんね、なんか。そうだね、だからあの継ぎ足し継ぎ足しでやろうよ、うん、だから流木だから染み込んでくんでしょ、多分グルーガンのところ止まると思うよ、うん、超綺麗だ、ほら、
俺のなんで薄いんだろう色。あ、そんなことない。大きいから。あ、そうでもないか。ライトだ。え、なんかさ、うん、左の方またあれしてない？沈んできた？うん。そんなことない？でまたもうちょっとしたらいいよ。うん。継ぎ足しだな。楽しいね。芸術だね。のりこアップ画像を作るか。これを切って。キャプチャーデバイス基本追加右。シュールだな。満足。満足じゃん。満足。いいね。芸術だね。うん。こんな楽しい世界があったとは。誰も綺麗とか書いてくんないのが悲しいけどね。わかんないよこれじゃ。わかんないかな、うん、超綺麗なんだけど。俺の方もう入るっしょ。じゃ角度を変えちゃってるからこれで固定しないダメでしょ、うん、あ、ちょっと固定してよ。ガム、ちょっと待って、じゃあそのままでいて、なんか挟むとか、うん、この状態じゃグッて入れ込んでグッて、うん、ほら足してよ左のさこの辺が。ヤスリかけるからちょっとこれさ、こう縦にできない。ん？入ってんのかこれ。大丈夫かな。結構染み込んで、こちらの方で染み込んで。ね。もうちょっと染み込んで。次出したね、うん、ここ大丈夫かな。ここら辺まああれだったら追加すればいいんだもんね、別のカラーを、うん、それができるのが強みだよね。二宮たかちゃんさんこんばんは。何をイメージしてのアートですか。イメージとかないよね別にね、うん、これこれは何て言うんだろう、こういうジャンルなんだよね、流木とそのアクリル樹脂をコラボさせるっていう。最近できたやつなのこれ。いやそんなことないと思うけど。昔からあるの。うん。あでも面白いよね。いい色。
いい色だね、うん、魔法だね、魔法だ、完全に魔法だね、これ魔法の棒ができた、魔法の棒だね、ここが山みたいになった、うんね、うん、だから木の折り方が全てっていう、すごいよね、うん、そう、木をどうやってパキッとかっこよく折るかっていうところがミソなんだよ。いろんなものの中に花とかも閉じ込められるからいいよね、うん、花とか石とか、うんうん、透明度高いから、結構吸い込むな、吸い込まれてゆく、ゆくね、うん、継ぎ足し継ぎ足しだね、ゆっくり。I23 最後セロテープは剥がす。最後に剥がす、もちろん。要は明日の多分夕方か夜には、なんかいい感じですね。なんかいい感じだね。てか今日俺マージャン誘われてるんだけど、マージャンどうなったんだろう。忘れてた。マージャンの連絡は来てない。やべ、あ、あ、マージャンキャンセルになった。マージャンキャンセル。楽しいね。うん。早く固まり、固まってほしいね、うん、これいろんなもんが作れるな、うん、いいな、これも面白いな、染み込んでいくね、染み込んでいくな、これ、うん、どこまでも、どこまでも染み込んでいくね、面白い、面白いね、これ、うん、これでもおじいさんの杖とかさ、うん、じいさんばあさん増えるからさ、うん、特注で作ってあげたら、孫とかが作ったら喜ぶだろうね、うん、このお花とか入れるねえ、おばあちゃんのなんか思い出の品とかさ入れてあげて杖にしてあげたらいいよね、これの方は追加いらない、うん、もうちょっとしたらにしよう、ちょっとし染み込んでいくな、いい色だね、うん、東京がやばいわら、東京、あ、映ってる、え、嘘、やばい、東京が映ってる、やばい、うん、え、やばいの東京映ってる、映ってる、やばいの、育毛チェック、そう、普通じゃない、え、何笑う、普通だよね、光が当たったからだよ、そうそうそう、そんなに、頭頂部から来ない家系なんだよね、次は赤で作ろう、うん、面白いな、麦ちゃんさん光で薄いのが強調されたんだな、うん、おっとっと、
れ綺麗だね、のんちゃん。綺麗。綺麗だ。これ超いいじゃん。うん。これだからさ、もうこっち側もうちょい濃くてもよかったよね。うん。こっち側これがベストだよね。うん、超綺麗だよね。厚みによって色合い変えないとダメなんだよ。そっか。うん。厚いのはちょっと濃いめで作った方が。うん。これセロファンだからかな。俺のはほらプラスチックだから。あ、そう。透明度があれなのかもしれないね。これ綺麗だよ。これはいいや。綺麗だな。いいね。うん。いいねいいね。楽しい。あ、固まんないかな。すげえ楽しい。これを素材に家具とか作ってもかっこいいもんね。うん。何でも作れる。あの丸いさ、木の、うん、切り株みたいのいっぱい並べてやつの椅子良かったね。あれも良かったよね、うん、スケボーの板とかもこれで作ったら超かっこいいよね。うん。スケボーの板ボキッて折ってあげて、うん、あーって怒るじゃん。待てよっつってね、うん、ちょ待てよって言って、うん、これ流行るよ。二宮たかちゃんさん、初めから見ていないのでわからないのですが、その気が杖とかになる感じですか？んとね、超簡単に言うと、木を折ってその間に樹脂を流し込むっていうアートなのね。なんて言えばいいんだろうね、うん、だから何にでも使える素材を作ってる感じだよね、うん、だから別に杖にしてもいいし、家具にしてもいいし、板で作った机にしてもいいし、ただオブジェに飾ってもいいし、ランプにする人も、指輪にする人も、ペンダントトップにする人も、使い方はそれぞれの。のりこが作ってるのはどちらかというと素材のアートなんだよね。それ自体がっていう。だからその別にペンダントにしても工業的にしても何でもいいの。これ自身をヤスリで削ればいいの。ノコギリで切って。結構染み込むな。ちょこっと追加追加。二宮たかちゃんさんなるほどです。そうそうそう、別に使い方は人それぞれで全然 OK のルールはない。何にでもできるっていう。のりこはこれ自体を作るのが好きだ、好きなの。で前からこれ作りたいって言ってたのね。うん。こんなジャンルがあったのか。神に愛されたリスナーさん、いろんなものをのりこブルーで再生したいですね。別にのりこはブルー推しではないよ、ちなみに。うん。だから別に木で作らなくてもいいんだよ。樹脂だけで作ってもいいし、石と石をつないでもいいし、何でもできるよ。何でもできる。だから自由度は半端じゃなく高いよね。のんちゃんは木でやるのがミソなんでしょう。うん。木がいいね、やっぱり。木いいね。うん。でもこれでリスナーさんから依頼来たら作ってあげればいいじゃん。いい。変だ。いいじゃん。もしくは作ったのを売ってあげればいいんだ。うん。のんちゃんそれ売ってって言われたら。売れないよ、これのんちゃんが作ったやつだから。これのんちゃんのな。そっか。のんちゃんは売らないって。のんちゃんのだもん。のんちゃんのね、分かった。非売品です。あ、そう、個展に来てほしいね。うん。
のりこ店にね、うん、アクリルと木の世界、うん、流木、なんかアルプスがどうのこうのとかなんか書いてあったよね、うん、流木拾うところから今度やろうよ、二、うん、人で海にドライブ行って、うん、で流木ポキポキ折って持って帰って、でアート。神に愛されたリスナーさん、マログラのりこ作となると10万でも安いと思う人が出てきますね。そうだね、世界ののりこだからね、世界の和道と。完成まで楽しみだな、どうなるんだろう。二宮たかちゃんさん、なんか夢があっていいですね。のりこ店はやるよ。のりこちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、れいかちゃんだ、久しぶり。おー、ポーカーありがとね。アップで見るかい。今制作中だけど、ポーカーくれたからレイカさんに見せたね。こんな感じです。木をポキッと折って、今レイカさん、うん、こんな感じでレイカちゃん今ブルー、のりこブルーで埋めてる。綺麗でしょ。ちょっと伝わらないかもしれないけど、木と木を、この長い方が俺の和道スティック、これのりこスティック。いちりさん、流木いろんな形があるから良いね。チルダチルダチルダ、うん、いいよ。ピースさん、トランプを配りました。ありがとう、トランプ。綺麗でしょ。ピースさん、トランプを配りました。綺麗。ピースさん、トランプを配りました。俺のはでっかいの。レイカさん、作品なのね。これ作品、これのりこスティック。これならちょっと幅大きめ、綺麗、すごく。清水さん、綺麗。綺麗だよね。これ部屋に飾っておいてもかっこいいと思うよ。ピースさん頑張ってね。頑張るよ、ピースさん、ありがとう。のんちゃん頑張れ、だって。ピースのりこ復活作品だからね。ちょぼちょぼっと入れる。うん、レイカさん、もの作りって楽しいよね。世界で一つのもの、そう、どこにもないのりこの、のりこの手作り作品だいぶ染み込んできたな、うん、木がね。あとニスでね、木もかっこよくして、ヤスリ掛けが大変だよ、明日。のんちゃん。うん。明日大変だ、これ。ライト当ててもかっこいいし。特命よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。トランプありがとう。みんなありがとう、アイテム。いい感じですね。のんちゃん頑張ってるね。いつか止まるんだ。お前はいつか止まるんだ。ゆっくりだよ、ゆっくり。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。うん。しんちゃん、ママさん、子供たちのお風呂チルダ、おうち、また配信楽しみにしてます。はいはい。のんちゃん、ワドさん、最高。はいはい。二宮たかちゃんさん、頑張れ。のりこさん、そうだよ、やっぱだからやるかやらないかでしょ。のんちゃんできたでしょ。ねえ、のんちゃんできたでしょ。作ればいいんだ、楽しいことやってればいいの。延長します、アイテムお願いします。簡単だったでしょ、できたでしょ。れいかさん、なんで塗ってるの。え、色を、色はね、その塗料があるので、今回ブルーだから何色にでもできるんだよね、のんちゃんね、うん、透明もできるよ。今回はブルーの塗料を入れたの。だからそのあのね、のんちゃんが今右手に持ってるのが液体なの、これが固まるの。にニスを木を上から塗る、木の部分筆で塗るよ。何でもできる。
アットマークワード監督マネージャーさん風船を13個プレゼントしました。ありがとう。ありがとう、ありがとう。レイカさんと両方プラモデルに塗るものと一緒かしら。塗料は何なの、のんさん、これ塗料は。これこれ。なんだろう。ピッチャピチャだけどね、もう。こぼしたから。なんかだ。なんかです。なんか色。色。なんかの透明カラー、透明カラー、要は樹脂用の色だね、うん、別にこれ何でもいいんでしょ、染められるんなら、うん、粉とかで、粉とか何でもいいんだって、混ぜちゃえばいいんだ。これだとでも透明度が高いから、うん、綺麗。こういう風にね、海みたいなね、うん、これだからさ、沖縄とかね、民芸品でさ、うん、作ればいいんだよね、うん、なんか流木が取れるところで。これにね、ホログラムを混ぜるとね、うん、ホタル石みたいなのができるんだ。はいはいはい、ピカピカするの入れんだ、うん、いいじゃん。そしたら中で反射でキラキラするのか、うん、やっぱ芸術はいいね、楽しいね。できるかな。でもこれマジでさ、よっさんに杖プレゼントしたらよっさん喜ぶかも。うん、よっさんに作ってあげようかな。これ杖作ったらよっさんにあげようかな。うん、このグネグネの杖大変だよ。これグリップ、いや、まっすぐにすればいいんだよ、下を。そのグリップの部分掴みやすいんだよ、うん。でもなんか既製品の杖のさ、ゴムの部分とかさ、取っ手の部分に変えてあげたらかっこいい杖になると思う。ポキって折れて引かれたらウケるけど。ちょっとやばいんじゃないこれ。うん、やばいかもね。しかも重い。そう、うん、重いかな。ここに空気できてない、大丈夫、うん、できてるでしょ。ああ、ヤスリで削り取ろう。うん、はあっつって。なんちゃった方がうまくいってる、うん。気泡全然入ってない。
しいなこれ。いいよいいよ、ヤスリで削り取るから。レイカさんはゾウさんは何にでも一緒に力を貸してくれたりするから良いな。お互いの理解の上で作業できて場所が良いよね。羨ましいです。そうだよ、パートナーのお手伝いするのは大事なことだよね。シャーちゃんペコね、一緒に生きてくんだもん。シャーちゃんとペコは仲良し、仲良しになった。仲良いもう俺のね言葉がね分かんなくなった、うん、あの魔女宅急便のジジと一緒で言葉忘れちゃった。そうか、そう鳥語しか分かんなくなっちゃった。そうしたか、分かるんかい。うん、うん、でも俺と仲良くするとねダメだから最近構わないようにしてる、うん、ペコ旦那さんになってるから、うん、いいね、夢の夢のステッキだね、うん、どこまで吸い込むんだ。俺の方ブルーガンやってないからどこまでも行くんじゃない。大丈夫でしょ、うん、KP を10個プレゼントしました。ありがとう、レイカちゃん。KP ナイス。ナイス。たくさん作ろう。うん。うん、キラキラの部屋作ろう。うん。キラキラの。のんちゃんの作品をここに飾るんだ。うん。映画の最後のシーンに使おう、うん、ペコとシャカ寝る？もう夜だピーって言ってよ、うん、寝ようか、寝かそうか、うん、おやすみ、シャちゃんペコちゃん、はいはいはい、はいはい、寝るよ。夜だピ、夜だよ、おやすみ、寝るピ。はい、おやすみ。もうあとほっとく、まだ染み込む結構。そうだね、やっとこっか。ボンさん起きた、おはよう。すげえショートスリーパーだな、おはよう。あ、疲れた。1時間ぐらい放置してみようか。うん、ボンさん延長します。ありがとう。ボンさんいいねを10個プレゼントしました。ボンさん風船を10個プレゼントしました。ボンさんハートを3個プレゼントしました。あいつもありがとう。レイカ31日のコラボ配信 YouTube で見ました。とっても良い配信だったな。ありがとう。楽しかったね、飲み会ね。飲み会すげえ楽しかったよ。ねえ、飲んじゃう。うん、よし休憩、のんちゃん休憩しよう。休憩だ、休憩だ。ここに気をつけて歩かないと、うん、いや、のんちゃんね、俺は絶対そういうのやんない。のんちゃんのちゅちゅちゅ、手洗ってくれ。うん、あ、疲れた。あ、財布買ったよ、これ3000円だった。財布っていうかカード入れ。そう、小銭入れの。3000円で買った。いいでしょ。
牛革のブルー。せいかさん、川かな、川川牛革。ふみちゃんさん、腹がすごいな。腹ね、太ったよ。ぷくぷくだ。ぷっくぷくだよ。ヤバタンだ。マリンブルーだ。マリンブルーだね。いい色だね。うん、いい色だよ。ボンさんお手頃価格ですね。うん。ちょうどカード入れが欲しかったから、小銭入れと札入れは持ってたけど、カード入れに使う。お、いい色になった。いや、皮は。染めたらいい色になるからな、うん、光沢がすぐ綺麗になっちゃうね、うん、いや多分真っ黒になると思うよこれは。そうか、うん、あの皮が染み込んだら油を深いブルーになると。とめさぶろうさん、こんばんは。イコールオメガの、こんばんは。とめさぶろうさん、何のアートですか。アート、うん、何の、疲れた俺喋るの。木とレジンのアートです。これです、これです。疲れた。あれ今日俺何時から起きてんだろう。すげえ疲れたな。めちゃめちゃ疲労が半端ない。朝7時ごろ。朝7時からやってる俺。なんかすげえ急にパタンって。そんな早くないか。え、そんな早くないか。既存マックだ。え、なんで一服させてよ。いいよ、一服しいよ。危ないよ、ここは自分。いいいいポロってなって。いいいい頭皮からやられるよ。うん、やけどして頭皮がやられる。ああ、洗濯したかったんだよな、俺ジーパンの。忘れてた。忘れてた。うん。三のんちゃん、わらわらわら。うん。とめさぶろうさん、すごい。私は趣味とかない。趣味、あ、リスナー。趣味はふわっち。それでもいろんな可能性があるな、これは。うん、うん、面白いな。いろいろ作れる。でもうまくいったね。うん、もっと苦戦すると思ったけど、木折るところにもうダメだと思ったけど、あってなっちゃう。
きが。もっとね、ザク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 って なりたかったのにね、うん、ポキッて折るポキッて折る、まっすぐ折るだもんね、うん、日本人で作ってる人いんのかね、これ。あんまりいない。いるんじゃないかな、 YouTube に上がってるぐらいだから、うん、結構指輪が多いよね。あー、これで指輪作ったらかっこいいもんね、うん、ウッドアクリルリングみたいな、うん、1万8000円で売れるよ、ウッドリング作った。ほんと？で、売れるでしょ、ハンドメイドで。指輪ね、難しいんだよ。普通、X さんのところで指輪作りもらったけど、作らせてもらったじゃん、うん、奥がめちゃめちゃ深い。たださ、みんなはさ、平面だと思ってるけど、うん、平打ちでもね、角を曲げないと指が曲がらないの、綺麗に、うんうんうん、縁取りがすげえ難しいし、 0. 何ミリ単位で計算していってたもん、うん、0.03 って言ってたかな。あと磨きね。めちゃくちゃ奥が深いよあれ。これ石膏で型取りでアクリルいける？ね、うん、シリコンの方がいい。シリコン、うん、シリコンで俺の全身をお風呂みたいに使っていける？お風呂みたいに使ったら抜けなくなっちゃう。固まって出れないで。全身のこれ作ったら面白くない？全身の和道具。大変。面白いじゃん。ここに座ってる俺が、うん、透明の等身大、等身大、等身大ワードを作ろうよ。俺バカなことやりたいよ。うん、で、いらなくなったら新宿のベンチに置いていく。渋谷とかさ。ボン、サンスケさんにゴーわらわらわら、そういうバカなこと言って、うん、突如現れる。エデンさん型だけ取って作っちゃう。いや、型が作れればアクリル流すだけだから楽だよね、これすげえ楽だと思う。でもこんだけお手軽だったらいろんな、そのなんかね、かっこいい素材作ってあげられるね。ギッシュとかさ、クリスタルのギッシュとかさ、おしゃれできるじゃん、その障害者の人とかが。エデンさん前と後ろ別々に撮る。どうやって撮ればいいんだろうね、肩。ね、前と後ろ別々に撮るだね。ガパッと外すの、うん、前こういう風にあったみたい。あ、疲れた。あ、やべえ、すげえ疲れてる。あ、え、俺前の日飲み会だったのか、だからだ、睡眠時間短かったんだ。とにかくね、やばい、今、ね、ぶっ倒れそう。やばい、今日は何時からだ。よく遊びました、今日は。
海ってなんで青いんだろう。空は青いから。屈折の関係じゃない。特命よ大統領、サントランプを3枚配りました。今日疲れたね、久々疲れた。疲れたね、今日は本当に久々疲れた。なんだろう。すげえ疲れた。お買い物に行ったからじゃん。倒れそう。すげえ疲れた。多分爆睡だこれ。珍しいよ、こんなに疲れてんの。俺そこでしょ、いいじゃん、みんな顔見たい。ボン、三泊眠できるのが羨ましいわら。疲れすぎてて眠れなくなっちゃう。今度どこに流木拾いに行こうか。今度拾いに行くの落ちてないよ。いや、田舎の方行ったらいっぱい落ちてるよ、こんな。お、あれ、神奈川だって落ちてるでしょ、江ノ島とか。わかんないけど。でも、これとかで作ればいいんだ、今度。うん。これはまあ、ポキッと折れないけど。これ、形、どっか。なんか、下のあそこら辺に入れとけ。大惨事が。でもこれができるようになったら家電をさ、型取ってさ、うん、家電のカバーとか作れるでしょ。うん、いいよね、何でも作れるよ。これね、コップとか、要はなんか人体に影響はないの？コップとかにしても。コップとかはちょっとダメだね。ダメ、うん、でも、うん、口に飲むものはダメか。うん、核が限界か。今日300、200と、何対何、何グラム何グラムでやったんだっけ。2000と1000。2000と1000か。800と、800残ってんのか。うん。はい、作れるよ。なんちゃんと1本木ある。それは何作ろうと思ったの？それ折れないよ。それめちゃめちゃ硬い木だよ、のんちゃん。うん。のんちゃんの。それ黒炭みたいなやつでしょ？うん。それ見せてごらん。それめちゃくちゃ硬い木だと思うよ。うん、
違うよ、それ貸して。これ普通じゃない、めちゃくちゃ硬い木だって。いや、これ硬いやつだって、のんちゃん。これ違うよ、全然これカッチカチのやつだよ。黒炭に近いやつだよ、これ。折れないよ、これ。普通の木じゃないよ、のんちゃん、これ。高度めちゃめちゃ高いやつ、ほら。折れないよ。あ、ちょ、わかったやつよ。無理無理無理、これ。これめちゃくちゃ硬いやつだもん。それはじゃあ、ちょっとノコギリでやってから、ちょっと。これボキっていくの、要はブロックとブロックにやって真ん中をバーンって踏まないと、うん、これは綺麗なのかと。これでも表面だけ色塗ってあるね。違う、それはそういう木。本当？中切ったらそれ。違う、塗ってない塗ってない。パープルウッドとかもあるんだけど、うん、パープルウッドの中は紫が、紫の木あったでしょ、うん、あれパープルウッドって。パープルウッドは世界2番目に硬い。大統領サントランプを3枚配りました。それ黒炭に近い木だから折れないよ。木刀とかに使うやつだ。ポン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 、いい音がする。軽い、軽くて硬い。ポク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 。これでドラムスティックとか作ったらアーティストいいかもしれないね、耐久力があんだら、うんうん、これボキッと折ってさ、自分マイスティック作ろうかな、ドラム用のね。えこれをさボキッと折って、そうだね。えしたらミュージシャンとかかっこいいよね、透明のアクリルスティック。まあ多分しならないとダメなんだろうけど、多分多少、うん、出ちゃうんじゃないでも。どうなんだろうね。叩くからね、ある程度しなやかじゃないとダメなんだろうな、うんうん、いいこと考えた。ドラムスティック作ってあげるよっつって、折れたスティック持っておいでっつって修復してあげるよ。ミュージシャンとか喜ぶ、マイスティック。重さ、あ、無理だな。重さが均一じゃないと、ドラム叩けないから、比重が変わっちゃうんだ。うん、あ、ちょっと無理だ。使い、扱いづらくなるわ。うん、スティック、やっぱ無理だね。疲れた。もうこれで終わりにします。みんなありがとう、お疲れ様。アートワークでした。この残り10分で終わりにします。ありがとうございました。ちゃんと俺言って、のんちゃん、みんなのんちゃんにいっぱい支援してくれたんだよ、はい、ありがとうございました。のんちゃん復活だから。明日はヤスリがけ、うん、固まってたらね、固まってたら明日ヤスリかけて、うん、その後どうすんだっけ、終わりだっけ。エデンさんワドシのんちゃお疲れ、ありがとう。エデンさん88兆8888億8888万8888。トランプありがとう。さんトランプを3枚配りました。お疲れー、みんな2人ともお疲れ様でした。明日の完成楽しみだね、うん、固まってなかったらもう 2,3 日放置って感じ、うん、まあ、でも一応24時間後だから明日の夜には固まってるでしょ、うん、多分ね、いいんじゃない。俺も楽しかった、これ。もう俺も作ろう、うん、一緒に作ろう、いっぱい、うんうん、いっぱいいっぱい作っていっぱい飾ろう、部屋の中に、うん、ウリさんはポーカーをプレゼントしました。 ありがとう、ウリさん。ポーカーありがとうございます。カメラこっちだよ。ありがとうございます、うん、あ、真ん中だ、真ん中。そう、カメラに喋らないと。そう、
難しい。こっちに喋っちゃう。それそこ何もないよ。コメントがあるからさ、コメントに喋っちゃう。でもこうすればいいんだ。あ、そうか。ありがとうございます。そしたら見てるみたいに見える。そうそうそう。捨ててくださいね。のんちゃんゴミ放置するから。ていうか洗剤だけ買って俺洗濯してから寝ようかな。洗剤買い行こうよ。薬局に。あのおしゃれ着用洗剤買わないと。でこれ洗う。おしゃれ着用洗剤でいいの？あの中性洗剤っていうの。その塗料とかが入ってない。中性洗剤だったらさ、うん、あの食品用の洗剤が中性洗剤だ。なんかあるんだって。トディオガールさん、トランプを3枚配りました。あ、ありがとうございます。ありがとう、トランプ、ありがとうございます。みんなありがとね、のんちゃんのアート応援してくれて。やったらやったら楽しいんだよ。こうやってやるまでやだやだっつうけど、やったらちゃんと集中してたからね。個展やろ、いっぱい作ったら。オッケー、そしたらみんなが、みんなにお礼言えるでしょ、うん、のんちゃんの個展に来てくれたら、うん、個展って作品数どれくらいいんの？ギャラリーの大きさによる。小さい個展、ほら、あの便所さんがやってたようなレンタルの、うん、あれはいくらぐらい？場所代。あれはいくらぐらいだったかな。1日3万ぐらいじゃないの？2万か3万だと思うよ、うん、もっとでかいところでやりたいの？うん、あれくらいでいいでしょ、一部屋ぐらい。どれぐらい、どれぐらい飾れるかなと思って。まだわかんない。でもね、ちょっと物足んなかった、便所さんの写真、あの数が。まあ俺が行った時売れちゃってたからっていうのもあるだろうけど、うん、まあ50点ぐらいあればいけるよ、あの規模。あ、大きさだよね。あとちょっとのりこ店ね、来年やるんでね、のりこ店。そしたらリアとしてもらおう。ちんどん屋さん、まだ完成はしていないんですか？いや、完成も何も今作り終わったっていうか、作り途中ですね。もうじゃあカメラ近づけてあげて、これで見たいってリスナーさんに今日の作品見せてあげて、近くに。これがのんちゃんの作品。奥が俺の杖。ヤンダフルさん、こんばんは。のりこ店楽しみです、うん、これは今高架待ちです。高架させてる。はい、樹脂と木のアートですね。綺麗でしょ。これをピカピカに磨くんです。そう、ピカピカにします。これをね、こういう木のオブジェって感じかな、うん、これは明日ね、ピカピカにヤスリがけしますんで。今日買ってきてね、パパッと作ったの。第1号作品がのりこの。新聞屋さん号、これからが楽しみですね。楽しみでしょ。なるほど。そうそう。のりこ店。ピカピカになるといいね。ピカピカに、いや大丈夫だよ。バフはほら教えてもらったから俺が、うん、あの X さんに。うん、だから最悪もう本当のピッカピカにしたかったら X さんのとこ持ってきゃもうピッカピカになるよ。ピッカピカになるね。え、楽しみだね。なんか肉眼で見てる限りすごい綺麗だよ。すごい透明度高くて。追加しこれ、うん、針金でこうやって出す、うん、そうだよね、うん、針金ない。針金買わなかった、この前捨てちゃった。 あるわあるわ。こんなところで焼く、あ、爪楊枝よくない？うん、釣り、
無理だね、うん、針金をちょっと U 字に曲げてこう、うん、気泡が入ってるんだろう先針金か、うん、挨拶し残り2分だから。あこっちだ。皆さん今日はありがとうございました。おかげでいい作品ができそうです。ドバー。あんちゃんのも入れてくれた？入れてない。入れる？うん、いいの？ポタポタっと。ボンさん、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。みんなのおかげでのんちゃんがアーティストに戻ったよ。一個できました。これ毎日積み重ねだからね、のんちゃん。うん、一個一個、うん、クリスタルレジン。あれ光って見えない。光っちゃって見えないか。よっしゃ、じゃあみんなバイバイ。ありがとうございました。みんなありがとうね。お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございます。